はい、ウッドドッキリ、7日目もう、1日ですね、もう数えるの忘れてます、ね、長いようで短いようでね、ということでね、まずは、こちら、これトタン、つけたんすよ、つけましたね、で、本来ならこれで終了でいいんだけど、はい、沖縄って台風来るじゃないですか、よく来ますね、やばいね、で、台風だと、2、3回来たらもうこれ飛んじゃうんすよ、このトタンが飛ばないように、はい、1回ここに穴開けるんすよ、開けて、で、これね、あ、出ました、アンカー出ました、アンカーこれ、ウッズと、ここが開いていく感じで、ここにシチューやるときにやったらはめるじゃん、はい、ワイヤー上にやって、またあっちにも穴開けてワイヤーでこう、グッて止める感じトタンを、飛ばないようにあーじゃあ早速開けていきますか、オッケーだいたいこれぐらいだいたいこんぐらいこれに合わせて、ね、アンカーの大きさぐらい開けてって言ってますね、うん、はいはい、こうやってトントンって埋めるじゃないですか、はいはいはい、もうすでに埋まってたんですけどで、これをで、これ71円これをこうはめていってこのねで、ここにワイヤーを入れて通して上から上のトタンもトタンに通して、はいはいはい、こっちで、ここも同じように穴開けてで、バッと飛ばないようにこれを何本かやっていきます、はいはいはい、ちなみにワイヤーがこちらこれワイヤー100号ですね死に太い、これ車引っ張れそうですね、車引っ張れだとこれでも積んでいきます、はい、じゃどんどん穴開けていきます、はい、開けていきます、あ、こっち、あ、もういいや、あ、間違えたはい、じゃあ、うん、ここでね、ちょっと掘ってる間バンバンの分かりやすいアンカーの説明です、こっちが地面でこっちが地下、地下、はい、地下で、これアンカーあるじゃないですか、はい、今度の今アンカーを下に入れ込んだら、うん、ち、なんていうんですか、こんななるんですよ、パッパッパッて、だからそれなんで開くかっていうのを説明してってひっちゃんは言ってると思うよ、うん、わかんねこれが開くってことね、この割れ目からこっちが、ここを叩くことによってこれが押されるじゃん、ここを押すことによって、ここが開くことになるんですよ、だから開いた時は、これがここまで来てる、あー分かる？これだんだん太くなってんの分かる？はいはい、太くなる分ここが開くわけよっていう感じで、もう抜けんくなる、返し針みたいな感じ、そう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 、で今穴開けて、持ってく、ちょっと会えたよねって、うんうん、俺たち一番それやりたかったけど予備がないんですよ、しああ、もうやめとこうかじゃあ。まあ地面で噛むよってことですね。オッケーオッケー。そう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 。で完全に埋まった。でこれ、これを繰り返していきます。まあ今。トタンが飛ばないようにワイヤーを張る作業をやります、これを入れ込むみたいですね、うん、あっち、あ、さっき穴開けた、はい、これを入れてこっちで締める、ワッシャーとナットでじゃあ固定するってことかな、はい、ママが素手で締めるのなんかないかも、どんどんこれが食い込んでいく、うん、あんまり食い込ませないようにして、これぐらいでいいかな、うん、じゃあね、これ6本、うん、やっていきます、はい、今ワイヤーを通してこれ、カロか、俺がワイヤーを切る、よいしょ、ワイヤーストップはね、これこれでワイヤーを挟んで止めると、ワイヤーストップやるからカメラ撮れって、お前らが積もらなしゃいいからカメラ撮れって配属されたね、あ、で下のアンカーだった、ワイヤーストップとかどうやって使うの、アイボルトに挟み込むだけっすよ、マジで、うんこっぽい、うんこっぽいかい、うん、うんこ味のうんこと、うんこ味のうんこどっちだろう、うんこ味のカレーと、うんこ味のうんこ味のうんこと、うんこ味のうんこどっちだろう、うんこ味のうんこ食べるじゃないですか、普通に、なんでうんこなんすか、染み込んでいきます、こっちは引っ張る方だよね、一緒、あ、一緒か、一緒です、
あ、いや、これが違う。ここで引っ張って上下に。あ、これ。これ、これ。いや、そう、触るのって。これを巻くことによって、伸び縮みするから、これで引っ張れるよってこと。これ、引っ張ればいいね。そうですね。際で止めて、あとはここに巻かせるみたい。今日も俺、朝来てから出勤して、ペンキ塗っといてってひっちゃんさんに頼まれて塗ったんすよ。うん、あっちにある長いやつ。うん、そしたらあれ、足場だったんすよ。そしてから、終わってから、次こっち塗ってって言われたんすよ。うん、で、そしたらこれ、清さんに、あ、師匠に、うん、これ捨てるやつだから、塗らんでいいって言われました。なんだよ、無意味なことさせる。ちょっと綺麗な。そのうちもバンバンにあの穴掘って埋めてっていう。あ、そういう拷問聞いたことあるんですけど、僕。しかもなんか1時間ぐらいなんかみんな各おのおの作業があっていなくなったんですよ。で、一人でずっとこれ、はい。はい、はい、これ次師匠がいなくて立ててって言ったらできますか？ウッドデッキ無理。嬉しい。あ、けどデータが飛んだとか言ってプレハブ買ってきてるはず。まあなんか紹介で、うん、丸丸パチンとか鳴らしてそうっすよね。パチンでこれできたらやばいね。けど師匠がいるのといないのでも比べてみたいな。どれぐらいできるのか。あ、なるほどね。それいいね。面白いっすよね、建築比較っつって。これ今かけてるだけだから、はい、今抑える力が弱いわけさ、うんうん、そこでバンバン最高の仕上げた回すだけ。そしたら、ネジが食い込んでって、閉まって、こっちがピンって貼られていくって感じ。これね、これも合ってるか意味ないんだよ、今。ですよね、なんか押さえてから多分、こう回さんと貼れてます。うん、いい感じに、まっすぐなってきてる。オッケー、あ、これで大丈夫。こんなぐらいでいいんだ。あ、これでオッケー。飛行機雲は、あ、電池かよ、電池だ。飛行機雲は綺麗だね。さっき俺足にペンキついてたんですけど、うん、色が黒すぎて見えなかったんですよ。なんと小話。回しながら入れてごらん。回しながら。じゃん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 。あの電源入れながら。ああ、そう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 。この状態で入れてて。はい、今 GoPro アングルを撮ってるみたいなことです。アングルこだわってるから。アングルこだわりマンを撮ってます。オッケー。アングルを撮ってるみたいなことです。アングルこだわってるから。アングルこだわりマンを撮ってます。オッケー。オッケー。で、こっからあのワイヤーがちょっと動いたり、うん、回ったりっていう映像が続く。映像がワイヤーの行く末の映像を楽しんで。あっち回ったら？え、あっちしかないよ。あ、まあそっか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 。あ、いい感じいい感じ。来たか？閉まってきた？閉まりオッケー。ほら、あー、いた。どうだ、2だろ、2だっけ。まだまだだな。まだっけ。あ、ワンか。ゴミ箱に隠れてから道行きます。あー、シドニー。ゴミ箱に隠れてから道行きます。あー、シドニー。シドニー腕、抜けた。あははははは、壊れた。なんかこれが取れた。なんかスポーンって。あ、いいや。じゃあ抜いたんすか。抜けた、抜かい、抜かれた。抜かれた。どうですか。取れた。で、開いてなかったこれ。オッケー、完璧です。もう一回いくよ。お、やっちゃった、やっちゃった。先生に行った。 お、食わしてくれるとかじゃないんすか。あ、めっちゃ入った。見てに来ただけ。すごっ。これは取れないぞ。はい、開けた穴に入れてきます。あ、ちょっとずれてるよってずらすわけね。こう、はい、こうずらすわけね。そしたら曲がる、曲がるんだって。先っちょが曲がるから取れづらくなるんだって。最後、最後打つ。そして最後、一発クリア。早っ。ちょっとあんなでかいっすね、ここな。なんか
今日やったのこれだけだけど、なんかめっちゃ時間かかりましたね。やばいですね。なんかそんな感じしません。いいぐらいっぽいね。もうちょい貼ります。貼ってます。もうこれ限界っすね。あ、OK。いいと思う。塗り終わりました。塗り終えたね。OK、階段 OK。あ、階段できた。早っ。行ったよ。お、早くない？早かった。横しようだわけよ。上から見ちゃいけないやつ。完全にこれからじゃんけんしそうな感じ。サザエさんですね。横から見たいやつね。横からね。キーパーやってみたかったっていう。登れるかやってみて。実際登れる？無理でしょ。おいや完全に。ダメだった。サザエさん。ダメだった。すごいな、7人とかこれ登っていったら。はい、じゃあ次の工程は階段。階段ですね。階段ちょっとね、普通の階段じゃなくて、うん、なんか丸っぽい階段作りたい。こういうやつ余った木材でできるかな。うん、できる。今、縫ってるのがあれなんですよ、ラティスよ、この横この上ね、うん、横雨が入らんようの、うん、まあ一応余ったもので階段もやっていきたいと思います。はい、はい。お、今日もウッドデッキ班頑張ってるね。頑張ってるよ。いっぱい汗かいてるだろ。今から書く予定。今から始まったばっか。あれ、はい、あと屋根がやっぱできたっていうのはでかいね、うん、日差しが いいよ、汗かいてるだろ。うん、あんまバンバン来い。バンバン来てみー。バンバンちょっと集合。確かに一番汗かいてそう、うん、一回4人でじゃんけんして。最初はグーじゃんけんポン。待って待って、勝てばいいの負ければいいの。最初はグーじゃんけんポン。どっち最初はグー。負けが負け。そりゃそうだろ。勝ちばっかり。最初はグー。イエーイ。最初はグー。じゃんけんぽん。はい、ここでしょ。よっしゃー。来い。あ、もう絶対嫌なやつ。来い。あ、絶対嫌なやつ。これあれ、転送装置って言ってから、うん、未来に転送できる。あれ、祭りの会場あるやつでしょ。いいっすね、なんか。これ嫌な音するっすもん。転送装置が。何言ってるか分からん。おっと、これ避けていいの、出ていいの、これこっちこれ。でも気持ちいいかも。汚これ水。汚っ。緑めっちゃ緑だし。モンスター好きだからな、マッコちゃん。確かに、それでモンスター好きだから、うん、待って、やばい。シャッターの鍵。やば、まずやばいじゃん。シャッターの鍵。バンバンカメラマン疲れしてないか。いやでも2番目地獄だろうな。これ耐えてみようかな。バンは多分全部飲むはず。ああ、なんか転送するやつだから危ないらしい、うん、揺れるんだって。うん、結構、うん、あ、キープアウトだ。これキープアウト。ああ危ないからな、うん、これなんかすぐ出れるんだけど。大きいお兄さんのためにちょっと上抜いた方がいいんじゃないかな。ちょっと下から取るか。はい、ハワちゃんがここ、ハワちゃんがここするか。まあまあ上、チャック開けた方がいいんじゃない？全部。やば。寒い。まだ何年後？まだ何年後？よ。いいよ。目線欲しいな、目線。いいよ。なんかかけられてるんだよ。いいね。かけられてる。浴びれ。もっと浴びれ。浴びて。いいね。乗ってきた。なんか来たな、水。乗ってきた。スーパーマンみたいになってるな、ババ。ババ。デブだな、お前。デブだな。うん。このホースが怖いっていう緑。汚い、うん、マジ汚い。汚いんだけど。はい、閉めてください。どうでしたか。気持ちよかった？気持ちよかったっすね。以上です。雑であるし。で今こうやってコンパス代わりに糸で円を描いてますね。